はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はモンスター厳選やっていきたいと思います。探すモンスターはこれ。下に見えますね。あの、キラーアーマーですね。キラーアーマーの宝石、タンザーナイトも探していきます。もちろん、おしゃれさんを探しますね。多分、こいつも、昼間に出るんじゃないかな。夜じゃないよね。まあ、どれぐらい出るのか。まず、昼間ですね。厳選してみましょう。もしも出ないんだったら夜も試してみるか。まあまあ、とりあえず今、昼間にしております。この状態で探してみましょう。このあたりで探すのが一番いいかな。はい。では、何体ぐらい。おお、出てきたけども、いや、縦がなんか緑っぽくない?なんか縦が緑色っぽい気がするんだけども、あ、違うか。紫に縁取りが緑色なんだ。わかりづら!こいつ多分今までで一番わかりづらいかもしんないね。普通の剣の色が紫だから、なんだ、ピンクと緑と黄色かな、また。剣の色は固定なのかな?ちょっと待って、ゴーレム連れてきたの、これ失敗したな。見えにくい。あんま近づかないでください。では、厳選していきますね。出るでしょうか?おしゃれさん、いましたね。いました。まあ、キラーアーマーだけどね。盾が、なんか緑っぽい感じで、で、剣も、ちょっと色が違うんだよね。緑っぽい剣になってる。じゃあ、出るね。やっぱ日中だ。昼間に出るみたいなので、時間帯は間違いなし。あとは厳選していくだけですね。出てきてくれるかどうかだな。なかなか、見分けがつきにくいところがあるので難しいんですけども。OKOK。ここだったら、縦の色が見やすいね。これ縦何色になるんだろう?やっぱり縦もピンクとか緑、黄色に変わるのかな?いや、変わるんだろうね。さあ、どんなおしゃれさんが出てきてくれるんだい?あー、またキラーアーマーか。キラーアーマーの方ですね。でもこれもなんか白緑だけども、キラーアーマーも多分、色違いがいるんだね。今のが緑かな?あれのピンクバージョン、黄色バージョンがあるってことなのかな?いや、これもしかしてタンザーナイトが剣の色しか変わんなかったら、これ絶望的だね。全然見えない。いや、多分縦の色も変わってくれるはず。縦と剣はセットでしょうよ。いや、ダメだ。全然わからん。もしかしたら出てるかもしんないけども、全くわかんないですね。やっぱ縦の色で判断した方がいいのかな。ま、とりあえずちょっと夜になりそうなので、また昼に戻してからやります。いや、本当にわかんないよ。ちょっと待って、キラーアーマーの、さっきとはまた色の違う盾がある。青だ、青だ。うわー、かっこいい。青かっこいいね。でも、キラーアーマーはいらないんだよな。タンザーナイトが欲しいのよ。はいはい。青かっこいいね。こっちノーマルだよね。あ、じゃあタンザーナイトもやっぱり、盾が違うはずだよね。この感じだと。盾と剣が違うんで、ちょっと待って。盾の色で判断して良さそう。違う。これはよく出るな。この白い盾はよく出るね。白が一番出やすくって、で、青が出にくい。で、もう一色ありそうなんだけどね。黄色じゃない?黄色じゃない?おそらく。あの白はよく見るな。でも青の方がかっこよかった。ちょっと早くタンザーナイト探したいね。出た!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 白だ!白い盾の、タンザーナイト。どうだったっけ?コメントもらったんだよね。スタンだ。ス
スタンダンを撃った後に、スカウトして、で、倒すといいんだよね。オッケー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 、来た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 。白っぽい黄色っぽい感じの盾だったね。じゃあこれ多分まだ他の色あるよ。他がある。ちょっと探します。出た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 けど、え、さっきと色が違うくない？白地に緑だ。あ、わかった。これ白地に緑と、白地に黄色と、白地にピンクじゃない？おそらく。さっきのが白に黄色だったんだ。で、これが多分一番よく出る、白に緑じゃない？おそらくさ、これがやっぱ一番やっぱり出るやつ。で、間違いない。おー、オッケーオッケーオッケー。とりあえず2色ゲットした。え、あいつもオシャレさんじゃない？あ、オシャレさんだ。ははあのキラーアーマーもオシャレさんだ。あと1色出てくるかな？どうやろうね。ちょっと探してみましょう。もう少し。うん。まだあと15分ぐらいは昼だからね。探しまーす。出ました。また緑だね。これが一番出やすいタイプのやつ。うん。最初に出た黄色ってレアだったんだな。うん。キラーアーマーでもこの色しか出てこないからね。やっぱり黄色の縁取りは珍しかった。で、青い盾、あれも多分ありそうな気がするんだよね。あれ欲しいな。そろそろ夜になりそうですね。合計で1時間厳選しましたけども、タンザーナイトはね、出にくい。全然出ない。で、キラーアーマーのオシャレさんも、そんなに出ないね。うん。で、途中で見た、青い盾。あれ、本当に、あ、これ出たな。白い、緑ね。これはよく出る。青が、激レアだったんだね。一回も見てない。まあ、多分、タンザーナイトの、黄色のラインの盾。あれも、だいぶレアなんだろうけどね。でも、青い盾は、あれ、仲間にしときゃよかったな。まあ、いいか。うん、キラーアーマーは別にいらないし。いや、もう、夜になりそうですね。うん、もう出ないかな。うん、もう多分夜になったんで、出ないでしょう。では、戻って、3体かな。おしゃれさんが出ましたので、性能を見てみましょう。それでは特技5個持ちが出れば、まあ嬉しいかな。見てみましょう。多分3体。え、ちょっと待って。金色だ。虹じゃない。うん、あ、確かにこいつほら、剣が黄色いよね。で、こっちが緑、緑だ。タンザナだけが、虹色。じゃあ弱いんだな、これ。おそらく、3つとかじゃない？いや、3つじゃない。グランドクロス持ってる。確かグランドクロスが結構強かったんじゃないかな。ミラーボディと弱体。ミラーボディ、弱体。まあ、普通か。で、こっちは？5個持ちだ！え？黄色枠だったよ。金色枠。金色枠でも5個持ちのやついるんだ。ああ、出たね。ミラクルとグランドクロスでビューティフル持ってるやつ。あ、強いと思うよ。ああ、これだ！特性だ！なるほどね。はい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 。2つか。こりゃちょっとよろしくないわ。で、問題のこっちはどうでしょうか？あ、いい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 。瞑想持ってる。瞑想とグランドクロス。お、強いんじゃない？まあ、特性だな、あとは。あ、オッケー。奇跡の拳とミラーボディ。最高の組み合わせじゃないでしょうか。はいはい。でも惜しいな。武器が黄色で、で、さらに、特技を5個持って、で、瞑想まで持ってる。
うん。だったらばいいんだけども、難しいね。あ、こいつ、上級者だ。なるほど。兜の部分が割れてるんだ。傷がついてる。これは透明じゃわからんよ。わからんよ。うん。こいつらは多分、剣と盾の色が違うだけなんだけど、真ん中は、なるほど、上級者さんだったんだ。なるほどね。だから、5つ持ちだ。いや、でもね、特性で奇跡の拳だけだったら、こっちの方がいいよね。ミラーボディがあった方がいいし、うん、瞑想もついてたら、ちょっとラッキーかな。ショーピー、MP が5っていうのが結構いいよね。うん、こいつだけ仲間にしましょう。はい。ということで今日はですね、タンザーナイトを、厳選してみました。うん。多分他のね、モンスターよりも厳選はしやすかった。見やすい場所にいるからね。厳選はしやすいんだけども、でら本当に。1時間で3体だったのよね。あれは結構厳しいな。でもまあ、その中でもいいやつが1体ね、出てきてくれたので、まあそれはそれでいいでしょう。はい。ということで、今日はタンザーナイトを厳選してみました。またね、違う宝石系とか、メタル系も厳選していきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。